Alright, everyone, what's up? We're live, we're here. It's gonna be short, this one, but it's gonna be the start of part 3 for book 7, which just got launched on the 1st of this month, April. So it's been in game for, I guess today is technically the 4th day, but we're gonna do chapters. Since we left off on a weird number for me, we're gonna leave off on a closed multiple of 5, so we're gonna leave off on chapter 40, so we're gonna do chapters 38, 39, and 40, and then we're gonna make subsequent videos, so let's get on it. Chapter 38, Under the Orientation. ドロップ渋かった。ネクラ侍か。昨夜は世話になった。おかげで狙っていた男、兵の体験でござるか。 次の杭で見せびらかしてくださいああ、もちろん。人への主の協力のおかげだ。そして、お主が欲しがっていた兜用の素材だ。もらってくれるか。いいんでござるか。その素材超レアで売ったら高値がつくのに。お互い真相美で次のクエストに臨もうではないか。なにそれ嬉しい。 こんな時間にお主がログインし、今日は予定あるのは夜からなんで、今のうちに出入りを消化しようかと。マッスルスこそお休みですか。いや、それがしも休みではないのだ。同じく夜までは時間があって。じゃあ一緒にサクッとデイリークエスト行きませぬか。それは助かる。ぜひ友を誘っていただこう。 では拙者、本日はこの辺でお付き合いあざした。こちらこそ今日も楽しかった。ではまた。ちょっとデイリーを済ますだけのつもりが、盛り上がって寒空まで激レア素材を譲ってもらえたおかげで、新しい装備と、そろそろ着替えて準備しないと。ああ、入学式とかいう全校生徒が集めるめんどくさく、せっかくのいい日が一転最悪の日になった。オルトが楽しみにしてなければ誰だ。 So for those that may not remember what was happening with the last part, basically Malleus put everyone into their own kind of like little
dream world, and they're all kind of leading the life they want to lead. So right now it's taking a look at his, at Edea's. Number 39, surprise conversation. Let's get on it.知らん人に入学おめでとうございますとか言われて、あんた誰ってなるだろ普通に。そこにいるのはシュラウドか。やはりシュラウドか。珍しいな。マリウス氏、なんでここに。いつぶりだ。寮長になったお前を見た記憶がほとんど。マリウスドラコン、茨の谷の時期を応援してディアソミエリオの領地をどう考えても式典の主役になるはずのウルトラ SSR キャラがどうしてこんなところに。それも外で見かけるは。僕もなるほど、僕と同じか。なんかだ、こいつどうやら腹が減ったらしい。さて今日はどんな餌をやろうか。ちょ、それガオガオドラゴンくんじゃん。しかも初代。ほう、これを知っているのか。知ってるけど、僕が遊んでたのは液晶がカラーになってる世代のやつだよ。うーわ、しかも初代の機体じゃん。まだ現役で遊んでる人いたんだ。ああ、何度か壊れたが修理させた。これから先も管理を怠らず、長く長く大切。だけ大事にされてたら、そのドラゴン君もさぞ幸せでしょうな。みんなも同じように思ってくれていればいいが。Suspicious? みんなって。おい、マレンス、どこにおるのじゃ。イリア、僕はここだ。まったく、探したぞ。お、そこで領長同士で親睦を深めておったのな。よきことじゃ。そうだな、もうすぐ入学式が始まる。領長、そうだ。ではあれ、なんかこのシーンどっち。シュラウド、どうした。あ、いや、なんでもないです。変なやつ。Probably gonna be there. さあ、これで入学式と両分けは終わりか。いいかい、新入生たち。ハーツラビル寮では僕がルールだ。逆らう者は首をはねてやるから、そのつもりで。やっとかったり式が終わった。さっさと寮に戻るぞ。サバナクローリー、ついでも。Everyone's there, I guess. 新入生の皆さん、この度は入学おめでとうございます。オクタビネル寮寮長として精一杯サポートさせていただきます。ちょっと待って、なんか身構えてた割に拍子抜けするくらいあっさり終わったな。もちろん何も起こらないに越したことないですが。シラード寮長、そろそろイグニハイドも移動を始めましょう。寮、じゃあ僕はマレウスドラコン、お前たちの入寮を歓迎する。後についてくる。見ろよ、マレウスドラコンや、本物だ。ドラゴンの末裔って本当なのかな。新入生、よそ見するな。学園内は。シュラウド寮長、どうしたんですか、キョロキョロして。何か。そう、いいか。うん、インシャルヴィル。
じゃあ、ビーちゃんの寮長としての初仕事は大成功ってわけじゃないけど、それを俺と1年の頃は4人部屋でプライベートがなくて最悪だったって、こっちの学校の寮生活って聞いてどうなんだろうって、ルームメイトたちとさっきもゲームとスポーツの話で盛り上がっちゃった。オルトは拙者と違って洋のものですか。キラキラ系陽キャ揃いと名高い。ロイヤルソードアカデミーから入学許可証だけ取った。お前に新しいこと、うん、あ、やばー、また電話するね。はい、うん、はあ、これかと、なんだ、なんか、すごく大事なことを忘れてる気がするんだけど、まあいいか。Alright, so then chapter 40. A Thunderous Dream, let's do it.Mirror Dream, okay. I'm here for it. She was spidered, but okay. There is a Grimm, at least. それから背中が…もう食べきれないんだぞ。幸せ。ずっとこのまま…何すんだよ。俺様の…あれ？あれ？がっかりなんだぞ。というか、いつの間におんぼろるように俺様たち、さっきまでディアソムに…それで…Do you remember, I guess, or it didn't work on them fully?
Nah. Super quick. Alright guys, this is the first stopping point for part 3. In-game, it's part 3 of book 7. It's chapter 40 and 41, since the first one stopped at like... I think like 18 or 19, then the last one stopped at 37. Anyway, so 3 chapters, then the subsequent ones will be about possibly 5, depending on length, but that will be it for now. So feel free, as usual, share the videos, like the videos, subscribe to the channels, drop a comment where you can, let us know what you're looking forward to for book 7, I guess. I mean, story out of Japan is already, I think, fully out, if I'm correct. Or definitely further out than this, at least. Not sure if they've gotten all the way to the end of book 7 just yet. But obviously the Overblood outfits are fucking dope as shit. So that'll be the thing. Just let us know which of the Overblood outfits for the House Wardens have been your favorite. Meantime, that'll be it for now. Signing off. Peace out.